もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。魔鋼の匂いだ。いよいよだね。構造は一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼だまりは近い。行こうぜ。逃げた方がいい。ああ、お年目の時間で助かったぜ。静かすぎない？死んだだろ。恐れをなして逃げちまったのよ。ここまで。いや、おらおら。ここまで。悪い。
りしろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、なもん。脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。あ、おー、待て待て。タイミングが良すぎる。もしかして監視されてる？戦意先導広報作戦を指揮するシーナカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶなり。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコーロ前からの中継です。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。一番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に非難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる東海制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% 想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲し、ブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。捏造するぞ。悔しい。いや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 、そうはいくかよ。ああ、公開制裁って、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ恥かかせてやろうぜ。ああ、悪くない。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。
さっさと運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命。調べるぞ。パレットクラウド、これ見て。お、何拾った？カードキーだ。使えるかもしれない。おお、取っとけ取っとけ。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。リフト動かせそうか。カードキーがいる。拾い物の出番だな。 M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。ここでやらなきゃ。消えろ。決まった。運んでんのはビッグボンバーだとよ。
見つかった？1枚だけ。操作は一度だけか。リフトは2つなのに。クラウド、決めて。こっちの荷物は AI コアだって。行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くようになる。素早いロボット、それは怖いね。どれを捨てるのかよく考えてね。こっちのリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。ビッグボンバーを配置しました。連中の悔しがる顔が見えるぜ。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか？かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。見つけた？1枚だけ。でもリフトは3つだ。選ぶしかないね。こっちのリフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンナの計画をボロボロにしようぜ。これは AI コアのリフトみたい。どうしよっか。どれ捨てる？
どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。動作速度が上がる AI コア、どれを捨てるか決めた？ビッグボンバーだな。弱っちくなりそうなのを捨ててやれ。そっちは M ユニットか。ああ、シンナに恥をかかせるチャンスだからよ。どれを捨てるか慎重に選べよ。M ユニットを廃棄しました。ハイデッカめ、ざまあ見ろ。ロボット、弱くなったかな。やるだけのことはやった。そうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらパチッといくぞ。うん。あとは出たとこ勝負だ。整備の状況は？
M ユニットが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。性能だよね。強化はある程度抑えた。最大出力が出ないなら渡り合える。勝利のポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断る。あ、行き止まりが。他を当たろう。何かいる。うわ、危ねえだろおい。どこだ。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまってよ。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。
どくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。どうやって開けるの。仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。なんだ、そっちが先か。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。まあ二人ともよく見てね。行くよ、せーの。悪い。頑張ろうね。せーの。ミスった。めげずに行こう。せーの。緊急ロックモード解除しました。よっしゃ。私たち息が合ってきたかも。だといいな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か。開けばな。開かないの。最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。けっ、がめつい連中だ。こじ開けてやろうじゃねえか。うん、ほっとけないよね。現在最上級セキュリティモード有効です。二人とも私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあティファ頼む。最初の入力行ってみよう。せーの。うん、息を合わせよ。しっかりね。せーの。まだまだ肩慣らしだ。めげずに行こう。せーの。セキュリティモードレベル1解除。2人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やった、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。焦らないで。頑張ろうね。せーの。はあ、息を合わせよ。しっかりね。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃ、シンナメ手こずらせやって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな、合わせやすかった。掛け声に心を込めたからね。
地だぜ。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いが、ソルジャーの死因で最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしても、てめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師匠、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと？なんだそれ。ガッハハハハハ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決める。さあ、ショーの始まりだ。ミッドガル全市民の敵アバランチ。ブータイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。行くよ。 さあ、 やっ！ 暴れてくれ。 はっ！
定しよう。よし、やっちゃおう。全力でいく。さあ、シンナに食べつく者を待つ。ただじゃ済まないでさ。はっ、はっ、畳みかける。逃げても無駄。やってやる。頼りに行くぞ。まだ強気だ。まだ続くぜ。爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード行くぞ。